小松姫の牧野真由美さんです。どうぞ、よろしくお願いします。牧野さん、よろしくお願いします。今日はね、お忙しい中ね、ありがとうございます。はい、私ね、小松姫、観光親善大使の小松姫がいるということはね、聞いてたんですけど、どこに行ったらね、会えるのかなと思っていたら、なんと、はい、5月の連休の時にね、はい、町路上に行ったら、なんかこうキッチンカーってね、珍しいなんかものが出ていて、これ私初めてね、キッチンカーも見たんですけれども、はい、ね、キッチンカーが出ていて、何やってるのかなと思ったら、着物を着ている方もいらっしゃって、お、あれは例のかの有名な小松姫かなと思って、はい、近づいてみましたら、やっぱり小松姫の皆さんで、はい、牧野さん、小松姫になってどれぐらい経ちます？11月の末に選ばれましたので、うん、半年くらいですかね。はい、半年ですか。いや、半年間忙しかったでしょ？そうですね、うん、冬って農閑期なので、うん、だいぶゆっくり過ごせるのかなと思いきや、うん、その小松姫に選ばれたことで、うん、そういう、まあ、観光 PR のお仕事をさせていただいてまして、いい意味で忙しく充実した半年間過ごさせていただきました。そうですか、ね、どんなところへ PR に行かれました？はい、いろいろイベントなどにもこう出させていただいたりとか、うん、あとはやっぱり旅行会社さんのところに行って、松代の PR させていただいたりとか、そうですね、させてもらいました、うん、ねえ、もう小松姫さん頑張ってるおかげで、もうね、本当に松代ね、もう通常の去年までの3倍とか4倍ぐらいのね、お客さんがね、うん、入ってる風にね、聞きましたけれどもね、はい、はい、そんなこの間の連休の時もね、ちょっと私ツーショットね、撮らせていただいたんですけれども、お二人小松姫さんいらっしゃってね、はい、はい、でね、もう本当に愛らしくて美しいお二人ですね、ありがとうございます、はい、もうね、いいですね。なんか写真写り悪いってよく言われるんですけど。そうですか、まあ、あの時のね、この着物の感じとね、今日のね、服装の感じとね、またちょっとガラッと雰囲気が変わって、とても今日ね、畑から飛んできたようには見えませんね、うん、一応畑の後からはちょっと着替えましたね。さすがにジャージでこれ出るわけにはいかないと思ったので、ね、はい、はい、ありがとうございます、ね、観光客の皆さんとね、記念写真とか撮ってね、はい、ね、旅の思い出、皆さんね、きっと小松姫さんとね、旅の思い出の一枚あったってね、とてもいい思い出になると思いますね。はいはい、喜んでいただけてるといいなと思います。喜んでますよ、はい、皆さんね、きっとね、お家に帰って見てみて、小松姫と写真撮ったんだとかってね、きっとね、やってると思いますが、はい、それが私ちょっとそのキッチンカーね、さっき出てたところで、はい、なんか珍しいものをこんなところで売ってるなと思ったら、なんと小松菜、はい、売ってたんですよね、ここでね、はい、売らせていただきました、小松菜。小松菜ね、はいはい、実は今日のさっきのタイトルにもありましたけど、小松菜プロジェクトがあるというふうに聞いたんですが、はい、小松姫の小松菜プロジェクトというのを、はい、去年じゃないな、まあ、ちょっと2月ぐらいからですかね、うんうん、考えを温めていて、うん、それで環境に優しい農法をされている農家さんと一緒に小松菜を作るっていうのをやらさせていただいてるんですけども、うん、まあ、小松姫っていう名前にかけて小松菜っていう、まあ、安易ダジャレみたいな感じなんですけど、うん、小松菜をやらせていただきまして、今5月、ね、はい、3日からこちらもう収穫を開始していまして、こちらを本当はもう大型連休中に向けて、うんうん、3月に種まきをしたんですけども、うん、一度ちょっと急に気温が上がった時に枯れてしまいまして、うん、それで巻き直したんですね、うん、なので大型連休中間に合わないと思ったんですけども、うん、すごく暖かくなりましたので、うん、なんとか間に合いまして5月3日から収穫をして、キッチンカーの前で販売をさせていただきました、うん、その時私が買ったわけですね。そうですね。いやあれね、この写真ね、見ていただくと分かると思うんですが、紫色ちょっとねかかっているのが生で食べれる小松菜
ね、2種類、はい、作らせていただきまして、うん、あの普通に緑の小松菜と、うん、もう一つ紫色のサラダ小松菜を作らせていただいてまして、うん、まあ、私もあの初めて作って、うん、サラダ小松菜自分で初めて食べたんですけども、うん、生で食べられるということで、うんうん、結構あの彩りも紫で綺麗ですし、そうですね、はい、なのであの店頭販売ですとというかこう直接お話しさせていただくと紫の方がよく売れましたね。なるほどね私も紫買いました、ありがとうございます、はい、もうそれで早速うちでね刻んで食べたんですけど本当にねシャキシャキしてて、はい、みずみずしくて美味しかったです。あの小松菜を生で食べれるっていうのは今まで経験したことがなかったので、うん、本当にね美味しかったです。はい、ここに、はい、今日ね実はこのねしゃべくり松代一緒にやってるメンバーの中でね漬物をつける名人の男性がいましてね毎回これが終わるとね漬物食べてるんですけど、はい、ちょっとこれ今日小松菜で、はい、ね、美味しそう、はい、食べてみますかね。いいですか、はい、どうぞ、ね、小松菜ね漬物にもなりますね。いいですね、うん、うん、どうですか、うん、美味しい、あ、うん、これは白ご飯と一緒に食べたくなる確かにそうですね、はい、ね、美味しい、うん、なんかやっぱり小松菜ね結構栄養価も高くてね、いいですよね。こちらのこの先ほどね小松菜作るのすごくこだわりがあるっていうふうにね、はい、おっしゃってたんですけど、はい、そのこだわりの農法をねやってらっしゃる方、こちらの、ね、このオレンジ色の、はい、オレンジ色のねつなぎが目印の、はい、つなぎが目印の、はい、方が、ね、はい、一緒にねやってらっしゃるんですよね。どんなこだわりを、はい、もともと私地域おこし協力隊で、はい、その農業をやらせていただいてた時にもちろん普通に観光農法の農業もやらせてもらってるんですけども、うん、もともとその有機農だったり、うん、生き物がすごい大好きで、うん、生き物に優しい農法だったりっていうのに興味があったので、うん、その松代の町でもそういう農法でやられてる農家さんがいるっていうのを知って、うん、でそういう農業の方を増やしたいとか応援したいっていう思いがありまして、うん、その無農薬でやっている農家さんのところを畑をお借りして一緒にやらせていただいております。うん、はい、その方がこのオレンジ色の、はい、宮崎農園の宮崎さんですね。宮崎農園の、はい、ああ、そうですか。いつもオレンジ色のつなぎを着ているので、うん、遠くから言っても、うん、宮崎さんってわかるっていうトレードマークこれですね、はい、ですね、はい、オレンジ色のつなぎでね、はい、そうなんですね。いや、なんかやっぱりね、生で食べるものがねそういったこだわりのお野菜だともう皆さん種からね巻いてってことは本当にこう愛情もたくさん詰まってて、はい、その小松菜食べるときに皆さんの愛情も一緒にいただいて、はい、なんかとても幸せな感じになりますね。ありがとうございます、はい、やっぱり種から全部やらせていただいて、うん、定食してっていうふうにこう成長を見ているとなんか自分の子供のようで愛着がすごく湧いたので多分この小松菜取れるの今月いっぱいくらいになると思うんですけども、うんうん、全部自分の小松菜自分の手で送り出したいなと思っております、うんうん、ね、本当にね手間暇かけるってことはねそれだけ愛情をかけるってことですもんね。まあ皆さんね本当に牧野さんこんな素敵な女性なんですよ、ね、こういった方がね協力隊地域おこし協力隊で、ね、都会から長野松代に来て畑をねやってくださってるのもう本当にね素敵な、ね、方でねもう本当にとても農業やってるように見えませんが、はい、全然まだ知識とか、うん、技術は全然まだまだなんですけども、うん、やっぱり農業をやるっていうのは土に触れたりとか、うん、生き物を見たりとかするのはすごく好きなので、うん、これからも何か皆さんの応援できるようなこととか、うん、自分でもやっていきたいなと思ってます。そうですね、はい、なんかその応援って今言葉が出ましたけど、はい、この小松菜のねこう袋のところのこうロコモン線のこのラベルにもね牧野さんのなんか思いがあるというふうに聞きましたが、はい、一応こちらのラベル、まあ、六文銭っていうのは小松姫とか真田っていうのがこう連想しやすいように六文銭で作らせてもらってるんですけども、これで小松姫のこだわり in 松代というふうに、書いてありまして、
あえて小松菜にしてないんですよ、うんうん、っていうのもあの他にもあの環境に優しい農法でやられてる農家さんとかの商品にこういったものをちょっとつけさせていただいて、うん、小松姫セレクトではないですけど、うんまあ、ちょっとシリーズ化みたいな形でしたいなっていうふうに思っていて、それでまたその農家さんの認知度が上がったりだとか、まあ、小松姫自体も上がって松代の PR になったりとかするといいなと思ってこういうようなラベルを作らせていただきました。こちらあのお友達が作っていただいたんですけど、作ってくださったんですけども、すごい気に入ってます、うん、なんかね色もいいですね、はいはい、ちょっと3色かわいい感じの、はい、そうですねかわいい感じでね優しい感じがしますね、はいはい、ねなんかこうまあ、たまたまやっぱりその観光自然大使になって、で農業で小松菜を作っていて、でその観光の部分と農業の部分をこういったレベル1枚でねなんかこうつなぎ合わせて、でその観光のところだけじゃなくてね松代で頑張っているいろんな人たちをあの観光の部分とつなぎ合わせてね、うん、応援するっていうとてもなんかこう地域づくりに貢献されるんだなというふうに今お話を聞いてて、ありがとうございます、はい、なんかとてもいい活動をされてますねうん、そういう風になればいいなという思いを込めて、ねはい、プロジェクトやらせていただいてます、ね、私松代城のとこで宮崎さんとねちょっと話をした時に宮崎さんが本当に松代で採れる野菜は、ね、美味しいですよねっていう風にね、はい、おっしゃっていたのがとても印象で、うん、なんかやっぱりこう健康をね野菜からできるっていうのはとても、はい幸せなことだなというふうに感じてます、はい、野菜を苦手な人でもちょっと食べれるように、うんうん、実は最近小松姫の小松菜ジェラートというものもできまして、小松菜ジェラート、はい、うん、信州ジェラートウィズさんっていうところで、うん、ホワイトリングのそばにあるんですけども、はい、うん、そちらのジェラート屋さん、うん、たまたまそのキッチンカーやってらっしゃる時に、うんうんうん、来てくださってそのお話をさせていただいてコラボレーションが実現しまして、うん、今月いっぱいまで小松菜のジェラート食べられますのでぜひ行ってみてください、はい、あとまだ2週間ありますからねまだあります、はい、皆さんまだ2週間ありますよ、ぜひもう時期物ですからね、はい、逃さないように食べていただくといいかなと思います、はい、あと先ほど熊本のお話、うんうん、言っていただいたと思うんですけども、はい、小松姫の小松菜も、うん、実は今これ150円で売ってるんですが、はい、そのうちの20円を熊本の地震の義援金としてお送りさせていただくというふうにやらせていただいてますので、うん、ご協力よろしくお願いします。もう素晴らしいですね、いろんなところに愛が詰まってますね。はい、ドラマの方ではこの間やっと小松姫がね出てきました、 やっとではないですね、何回か前から出てますけれども、いよいよ政略結婚へのね、はい、道が始まるわけですけれども、はい、牧野さんご覧になってどうですか。いや政略結婚って今の時代から全然想像ができないですよね、うん、私にはできないと思うんですけど、ねはい、何回か前の時に何て言ってましたっけ、小松姫なんか憎き真田っていう感じでちょっとやっぱり、うん敵対した感じの言い方だったので、うん、それからどういうふうにこう信行と夫婦に乗っていくのかなっていうのはすごい見どころかなと思います。そうですね、いやなんかね結構ちょっと私はあんまり歴史詳しくないんですけど、うん、歴史詳しい方の話によるとね、その戦国武将の女房としては5本の指に入るというふうに小松姫ね、はい、聞いてます。なんかとても真田家をね本当に縁の下の力持ちになって支えたお姫様ということで、はい、そういう面では牧野さんたちの活動も本当に縁の下の力持ち的な活動で松代をねこう盛り上げてくださってるんだなと、やっぱり小松姫ですね。いやもうそういうその名に恥じないようにやっぱり小松姫っていう風に聞くとすごく芯の通った女性で強いしなやかなイメージがやっぱりあるので、うん、そのイメージを崩さないように自分の活動にしていけたらいいなと思ってます、うん、はい、ありがとうございます。もう時間がないんですけど、最後に見てくださってる皆さんに、松代に来たらここぜひ見てねというなんか PR があれば。はい、真田大博覧会2016ということで12月12日までずっとやってますので、真田宝物館リニューアルしてますし、ドラマ展示のある真田邸ですね、文部学校などぜひ来ていただけたらいいなと思います。
はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、ぜひ皆さんね、あの松代に遊びに来てください。そして美しい小松姫にもぜひ会いに来てくださいということで、今日はこれで終わりにしたいと思います。牧野さん、今日はありがとうございました。ありがとうございます。三田さん、よかったん？よかった。よかった、うん、うん。小松姫もね、よかったし、小松菜もいい。ちょっと今、感じちゃった。あのね、うん、小松姫ね、うん、この間、水上山のピラミッド祭り、ああ、はいはい。あそこでね、あそこも行ったの？ツーショットでね、あそう、一緒に写真、緊張しちゃった。あ、そう。うん、撮ってもらった。え、なんで撮ってもらったの？え？なんで？着物で撮ってもらったの？そう。あの、あそう、衣装を着ててね、あそうか、すごいですよ。緊張しましたよ。よかったね。素晴らしかった。うん、ね、そうです、いっぱい飲んでたね。そうそうそう。で、小松菜もね、うん、こっち今食べてもらったじゃないですか、うん、私も食べ、今食べた。あ、そう、うん、私も食べたかった、うん、うどんにもね、合うって。あ、そうか、うん、あえてね、家っていうさっきね、ご飯なんて言っちゃったじゃん、うん、いや、ご飯いいんだ、ご飯じゃダメだよ、ご飯だって、うどん、うどん、お酒もね、飲んで一緒にやるといい。はい、負けない、負けない、そういうことで、はいはいですね、この21日、ね、マスロワーク講座ってのやるんです、はいはい、これはね、またちょっと違うんですけどね、真田信之とね、その時代背景、うんうん、あの今までですったら、この信之だ、信之の個人の的なあれなんだけど、そうじゃなくて、その時代のこのね、背景をどういうふうに動いてきたかで、そういったものをね、ちょっとやろうかなという形で、松戸公民館で、500円でやりますんでね、ぜひお願いします。1時半から行いますんで、よろしくお願いします。はいはい、それでもう一つ、ね、今度はね、こういう形で、今度はロケ地ツアーってやるんですね。これコンベンションでね、こういうロケ地をみんな探したりとかってね、監督さん連れてきたりとか撮影するでしょ、うん、でこういうねマップをできたんです、うん、でこれ見るとね、バサッとこういう形でね、松代のところね、文部学校であったり真田邸であったりとかね、そういったところをね、撮影現場にね出てるんです。うん、そこをね少し回っていただこうかな。はい、これねコンベンションビューローでね、跡部さんっていう方が担当してるので、その方来ていただいてやるようにいたしますんでね、はい、ぜひ参加していただきたいな。はい、お願いします。はい、続いては来週は誰だと思いますか。宮坂さんですね。あ、私だ。これ何をやるの。そうだね。保育園長、園長先生。そうなんですよ。うん、あのね、はい、ちょっとまだね、お話をお伺いしてないんですよ。あ、そうです。ちょっとお伺いしただけなので、ね、うんうんうん。これ見ると何？あのね、普通のほら保育園っていうのはその契約したっていうか、あの園児が来るじゃないですか。あ、はいはいはい、決まった。うん、だけどね、東条はね、うん、その開放されたなんだ、開放して、うん、保育園を開放してね、皆さんどうぞ予約してなくても来てくださいと、うんうん、でいうことでね、うん、地域の人をね、うん、こうのために開放してるっていう、うんうん、それぐらいしか知らない。私あの、ね、この間見た、あの誰でもいいよって。あ、そうです、ね、あの子供さん連れてきて、うん、赤ちゃん、赤ちゃんもいいよ、うん、おじいちゃんおばあちゃんもいいよ、そのお話を、うん、そういうのに、ね、しようと思って、うん、なるほどね。今回珍しい、中身的にはね、来週お話、うん、あ、そうか、そうか、全部喋っちゃいけないね。そう、はい、知らないね。じゃあそういうのをお聞きして、はい、そうですね、はい、やりたいと思いますね、はい、じゃあ来週はこの、はい、堀さんに来ていただくという、堀園長先生にね、はい、はい、それではどうぞよろしくお願いします。喋ってましょう、どうぞお楽しみに。はい、ありがとうございました。